三連水車の上流にある山田堰では今日午前水路へ水を送る通水式が行われ、神職がお清めをした後水門が開けられました。およそ10分後、2キロほど離れた三連水車に水が到達すると、直径 4.8 メートルの水車がゆっくりと回り始めました。してるんですけど、やっぱ迫力があって、なんか朝倉に生まれてよかったなって感じがします。230年以上前に設置された三連水車は、実際に稼働する水車としては国内で最も古いとされていて、国の史跡にも指定されています。三連水車は米を収穫する前の10月中旬頃まで回り続け、農地を潤すということです。